大谷夫妻のサプライズに感動の輪が広がっている5月16日日本時間17日に行われたレッズ戦は移籍後初の大家のバブルヘッドデーとなったこの試合前始球式に心臓疾患と戦ってきた13歳のアルバートリー君を招待 当初は球団からマミコ夫人の子宮式当番を打診されたというが、大谷は夫人と相談の上、事態を決め、病気と戦うリー君が招待されたという。リー君は生後13日で心臓を手術、その後もロサンゼルス市内にあるユークラ子供病院で複数回手術を受けるなど、病魔と戦い続けてきたという。ドジャース公式インスタグラムではリー君と大家の対面の瞬間を映像で投稿しており、 大谷が目の前に現れた瞬間、リー君は漫画のように、驚きと喜びのあまり、目と口を大きく開き、数秒間フリーズする様子が伝えられた。大谷からサイン入りのユニフォームを手渡され、始球式の大役を直接言い渡されると再び驚愕。実際に行われた始球式では大谷が保守役を務め、必死に投げるリー君の姿も感動を呼んだ。始球式を投げ終えたリー君の目線に合わせて、 優しく話しかける大家の姿もあった。大谷は地元局、スポーツネットらにも配信された試合後インタビューの中で、リー君が始球式を務めたことに、いい思い出になってくれれば嬉しいかなと思います、と高屋な表情で語った。今回の始球式の選定は野球が好きな子や闘病中の子どもなどが良いのではないかと夫妻で話し合って決めたとされる。このの夢舞舞台台実現までの舞台裏 が明かされると、ネット上では、神すぎる、清廉さが際立つ、少年の笑顔が何よりものだから、という声や、夫妻が話し合って決めたという戦いきさつに、アスリート夫妻だからできたことと、まみコ夫人も元プロバスケプレーヤーとして知られるだけに、スポーツを通じて勇気を与えるという使命が共に浸透していると称える声も上がった。この度 ドジャースが本拠地を置くロサンゼルス市が5月17日を大谷翔平の日に制定野球を通じてさまざまな方面に大きな影響力を及ぼしている背番号17「夫人のサポ」とも得ながら引き続きの快進撃も期待したい。